次がですね、アイソメトリックス運動が終われば、次はチューブエクササイズになりますね。どん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 関節の動きを出していきながら、筋力を発揮しましょうというエクササイズに変わってきます。で、もちろんですね、いきなり重い負荷でやるわけにいきませんから、軽度の張力の弱い、細いチューブでやっていくっていうのが特徴になってきますね。はい、では行きましょう。まずは肩の屈曲運動からですね。じゃあ高橋トレーナーお願いします。そうですね、これが屈曲運動ですね。じゃあ次伸展運動いきましょう。ちょっとこれ横になりましょうか。横に、はい、今度は後方に引くような形になりますね。これが伸展運動ですね。もう一度いきましょう。せーの、はい。チューブがいいのはですね、この張力ですよね。この踏む張力を強くすれば、もちろんもっと強い負荷がかけれる。10回やっていきますけども、皆さんここはですね、自分で調整するようにしてみてくださいね。10回やってみてですね、あんまり効いてないな、あんまり筋肉運動行われてないなっていう形だと、これただの自動運動になっちゃいますから、ここ皆さん自己調整でいきましょう。じゃあこのまままた正面向いてもらって、次が外転運動ですね。外に広げる運動になっていきます。はい、お願いします。外転運動ですね。はい。じゃあ次が内転運動ですね。はい、じゃあちょっと足外してもらって、はい、お願いします。はい。これが内転運動ですね。じゃあゆっくり戻していきましょう。この時にチューブの勢いに負けないようにバインって戻さないようにしてくださいね。はい、じゃあそのまま水平内転に行きましょうか。これ水平内転ですね。今僕持ってますけども、壁に引っ掛けてしまえばご自身でもできると思うんで、壁に引っ掛けていきますよ。じゃあ行きましょう。水平内転。はい。グー。はい、戻してもらって、また平行こっちまで戻していきます。水平まで戻して、はい、そこからもう一度、はい。はい、じゃあゆっくり戻してください。そうですね、水平まで戻したら、じゃあそのまま今度は水平の外転ですね。はい、じゃあ後ろに引いてみましょう、せーの、はい。水平外転ですね、さっきと逆の運動になってますよね。はい、戻してください。次が水平外旋ですよね、水平外旋。はい、せーの、はい。そうですね。OK。はい、ゆっくりまた水平まで戻して、はい、またもう一度行きましょう。はい、水平外旋ですよね。OK。はい、戻して、はい、じゃあ次が水平の内旋ですね。はい、ここから、はい、ぎゅーっと。OK。はい、戻して、はい、もう一度行きましょう。はい、ぐー。水平内旋という動きになりますね。OK。次がまたタオルを挟んでですね、ここに。はい。じゃあこれがですね、まずは外旋運動ですね。せーの、はい。OK、いいですよ。はい、ゆっくり戻していって、はい、ニュートラルに戻したら、はい、またもう一度いきましょう。外旋運動ですね。はい。はい、またこっちに来て、はい、次が内旋運動になりますね。はい、戻してきて、はい、もう一度行きましょう。はい、はい、戻してきて、OK、ありがとうございます。今行ったエクササイズがチュービングエクササイズですね。だいたい10回を2セットを目安にちょっと最初やるようにしてみてください。お願いします。